日本海沿线海岸遭到海胆大军入侵。この黒く見えるのが全部ガンガゼになります。魔鬼海胆味道苦涩难吃，鱼腥味很重，而且魔鬼海胆是杂食性，海藻、珊瑚什么都吃，太多会破坏海洋生态。现在当地人想出了好法子。まあブロッコリーをあげるとその苦味とかえぐみっていうのが結構なくなりました。結構まあ単純な体の構造してますので、もう食べたらすぐその身の中に反映されてきますので、まあ1ヶ月ぐらいでもう十分味が変わっていきます。喂食海胆不要的花椰菜梗，加上当地特产橘子，魔鬼海胆大变身，味道瞬间变高级。嗯，もうすごいとろける、美味しい、柔らかいし、普通のウニと変わらない。客人吃了赞不绝口，不说还真不知道这是魔鬼海胆，颜色也从原本的暗黄色变成金黄色。当地民众为重生的魔鬼海胆取了新名字。そうなんです。ブロッコリーを餌に育てたガンガゼウニだからウニッコリー。でも悪いことしたウニをこう食べ物にしてくれるからありがたいことやね。素晴らしいね発想は。海南町の特産品はいろいろあるんですけど。このウニクリーもその特産品の一つに加わるといいなと思います。当地还推出变身后的魔鬼海胆饭，要价680日元，约147台币。当地官员表示，如果稳定生产的话，价格还会变得更便宜。魔鬼海胆大变身带来观光收入，生态保育也得以兼顾，一举数得。东森国际中心综合报道。